はいどうも、ヘビフロッグと申します。お、こんなところにイカがいますね。このイカはスーパーで売られていた食用のスルメイカです。このスルメイカはどこにでも売っている魚介類ですが、実は高い確率で寄生虫が存在します。というわけで今回はこのイカの中から寄生虫を探す動画です。どんな寄生虫が寄生しているんでしょうかね。早速探しましょう。というわけで早速探していきます。実はもうすでに画面内に寄生虫が映っています。さあどこにいるでしょうか。正解はここです。色が似ているので分かりづらいですが、ここに不自然なものが張り付いていますよね。パッと見寄生虫とは思えませんよね。それでは取り外します。寄生生活はもう終わりですよ。おら、お、取れましたね。うわ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 。イカから取った瞬間、寄生虫が動き回っています。黒い板の上に置きましょう。うわうわうわ。何やらナメクジのようなものが、くねくねと動き回っています。動いてる動いてる。そしてよく見てみると、先っぽから触手のようなものを出しています。長さは5ミリほどで全身は真っ白です。こいつは何なのでしょうか。実はこいつニベリニアと呼ばれる常駐類の仲間です。こいつはもちろん寄生虫で、スルメイカやタラに寄生しています。こいつの頭部には4本の糞があり、内臓や筋肉にペタッと張り付いています。というわけで後で近くで観察しましょう。お、いましたいました。ここに小さなコブがありますね。こういった部分の皮をめくると出てきました。ニベリニアです。うまく皮の中に隠れていましたが、残念ながら見つかりましたね。ニベリニアゲットだぜ。それでは内臓を見ていきましょう。さあ寄生虫はいるでしょうか。オープン。お、ここにニベリニアがいますね。内臓にへばりついています。ほら、触手を出していますね。ここにもいます。お、こちらにもいますね。ほら、こういう感じで内臓と筋肉の間にはたくさん寄生虫がいます。残念ながらこのイカにはアニサキスが寄生していませんでした。運が悪いですね。というわけで一匹のイカから7匹のニベリニアを採集しました。それでは、どのような見た目をしているのか見ていきましょう。ほら。うわ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 。まるでナメクジのように、くねくね動いていますね。体はプニプニです。このニベリニアは頭部に4本の長い糞があります。先ほど見た触手のようなものですね。糞を出しなさい。ほら。お、ナメクジの目のように糞が出ていますね。糞というのはいわゆる口で、この糞でイカの皮膚に張り付いています。ほら。うわうわうわ。うわうわうわ。こいつはかなり元気ですね。長い触手を出し入れしています。ちなみにこの寄生虫は人間には無害です。つまり逆に言えば美味しく食べられます。安心ですね。というわけで今回は寄生虫ニベリニアを観察する動画でした。イカを食べる方はぜひ探してみてはどうでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。